忘れたんでリタから持ってきた。忘れたんで持ってきたってそれですか。今画面で今気づいた。すごいグラサンです。はい。あんま似合わないから言って。何ガガだよ。ガガ、レディーガガこんな感じ。びっくりですよ。あ、じゃあまあみんな、はい、グラサンということで。ニコナイツ。皆さん共感しますって。じゃあ怪しいな。じゃあどうぞ。はい、どうぞ。なんか絶対のね、絶対の自信を持ってる怒りとかドンマイさんがあるみたいな。これですよ、携帯でメモりました。ちゃんとメモってますよ、ちゃんと。それは何の、なんか画面割れそうになってるよ。ドンマイさん、汚ね。アンドロイドですか。アンドロイドです。画面汚ね。いや、これですよ。あのネット画面、スマホで皆さん、まあ、ネットするじゃないですか。液晶割れてるじゃん。いや、割れてないですよ。なんだろう、これなんかあのオーロラのイメージ。汚いって。オーロラをイメージしてる画面。オーロラ。いや、とりあえず早くその、はい、ねえ、その怒りごと。いや、汚ね。だから汚い、言わせてくださいよ。だからもうネット、早くメモのアプリ。メモのアプリ、メモのアプリ汚ね。いや、メモのアプリ汚ねっておかしいでしょ。これですよ、これ怒り。だ、皆さんやっぱスマホで遅いな、汚いな、はい、これですよ。なんでやること、やることないでしょ。ありますよ、やることのメモ。スマホのタッチパネル直前にずれるやつですよ。わかります、皆さん。こうやってあのそれ言ったわ。あ、言いましたっけ。じゃあもう一回、アリですよ、アリ。だいぶ前にあの言いましたよね。あのタッチする直前になんか急に写真が読み込まれてずれて、ハイが家になっちゃうみたいなやつ言いましたっけ。いや、それよりももっと、あんま、まあそんなずれることによって広告をしてしまうっていう。ああ、聞いた、聞きました。なんかギュッとずれることによって。じゃあもう一個ありますよ、このもん。じゃあその2個しかないよ。いや、もう、まあ、あと、じゃあちゃんとアリ2個もうぶっ潰されてる。じゃあアリですよ、アリ。俺アリに対して怒りを覚えてます。うわー、そっち系か。なんでアリなん。共感できない系か。いや、あの俺なんだかんだ言って、あの結構優しい人間なんで、あのアリを見たら結構逃がしてるんですよ、部屋で。こうアリとか見たら。部屋でアリ見んの。アリ見ます。どんな家や、汚ね。汚くないです。たまにいるじゃないですか。大丈夫。だよ、なんでここは俺の部屋じゃないから大丈夫ですよ。で、アリをこう逃がそうと思ってこう指にこう乗せるじゃないですか。指にこうで乗せて、さあこっちだよってこうやって、その外のこう壁とかにこうやってこうやると、なんでアリってこう要はこっち外に出ないで、あのこっちからこう登ってくるんですか、あいつ。修正でしょ。修正。何？アリに対してイラついてる。アリに対して。いや、こいつ死にてえのかよって思って。でこう、せっこいわ。でこう来てしょうがねえなと思って、この手を逆にしてこうくっつけたらこう来るのかと、またこっち側に登ってくるんですよ。なんすか、この修正。せっこい。これね、うん、あれですよ。なんすか。怒ってるフリーの優しいアピール。優しくはないです。せっこい。そういう技、小細工使うよ。好感度は上げようか。好感度は上がんないですよ。怒ってるフリーのなんかよくよく聞いたら、いい人と思われようかな。わかりました。じゃあもう1個ありますよ。もうないですよ、メモにその2個しかなかった。いや、まだありますよ。もう1個あるんですよ。何でいちいちパスワードいらないでしょ。誰が見るんだよ。パスワードないって。誰も見ねえよ、汚い。これですよ、あともう1個。トイレットレバーの、トイレのレバーの台はどっちだという。わかります。昔は、あの、レバーこうやって流すとき横式だったじゃないですか。割と。台はこっちでしょう、こっち。だから、あの、要は水がすごい節約エコになってたじゃないですか。小だったらこっちでいいんだなって。最近なんで縦になってんですか、回すやつ。水を流す時のトイレ。縦になってました。だから最近あのたこう見るから、どっちが水すげえ出るのか分かんないんですよ。あの台は手前なのか奥なのか。昔は横だったから明らかに分かったんですけど、縦あの分かりますよね、レバーこう。え、ってことはどっちかは押すってこと。どっちかに押しますけど、そんなに押すか引くかって。
押すか引くかじゃあこう要はこうプランプなんてこう昔はこうだったじゃないですか。こう押す昔と今の違いじゃないよ。今はこうなってるんですよ。あ、それ別に嘘でしょ。あるよ昔から。え昔いやなんか鉄の棒みたいなあれでしょ。いや鉄のそれじゃない、それじゃないですか。え？あのいや夢見てんねん。夢じゃないです。夢の話すんだよ。夢の話じゃないですよ。いや昔からあります。俺昔ここでしか見たことないでしょ。いやそれは分かるけど縦ってあるの。縦ってかこう見たことない。前奥と手前って言ったらいいですか。縦という言い方があれだったら。そんなのあったなんです。今はボタンだし。いやボタンのところはいいですよ。縦ってあったの。縦じゃない見たことない。縦ってかこう奥と手前にこうだからどっちだからすげえ水もったいないじゃないですか。そんな使わなくていいのに。縦ってどういうこと。こういや汚い。なんで触っといて汚いないでしょ。だから汚い。いや本当にある、まあ、最近は確かにボタン式が多いですけどまだ何気にレバー式があるんですけど縦は見たことない。じゃあ今じゃあ斜面取ってきますよ。じゃあ来月え引くか押す。それちなみにどこのトイレですか。いや結構コンビニあの昔からあるようなコンビニは多いですよ。え分かります皆さんのその縦式っていうの縦か奥と前って言ったんですか。まずさちゃんとやった方がいいですか。じゃあいや別に脱がなくていいよ。いやなんで脱がなきゃいけないんですか。別に流すところだけだったら脱ぐ必要ないでしょ。それシミュレーションしてるし今だっていやこれでしょよ。だからもう一個がこれがその要はあの水タンクあるじゃないですか。トイレの水タンク、はい、あこうやった方が見やすいですよ、ね、でそこにこうレバーがこういや それはもうみんな分かってますよ、はい、縦のが分からない。縦っていうのはそのあれですよあの洋式の方ですよ。和式の方じゃなくていやもちろん、うん、洋式だとたまにその水タンクの横につこっち側にこう横についてるやつ、ね、横についてていやそうやって言ってよ横についてて手前か奥に正面なのになんか立てって言うからそんな見たことない。それはありますよね。ありますよね。それはあるどっちなんだよってなりますよ。あれ水そんな使ったのもったいねえのにと思ってあれだって書いてあるでしょ。一瞬わかんないですあれどっちってこう台は一瞬わかんないだけなら別に2秒後わかるんだからいいでしょいやいいですよ。だいたい手前が正でしょ。いやそう見せかけてて手前が奥ですって見せかける必要ないでしょ。エコのためにやってんだから。いやそう見せかけ誰が得する騙しなんですか。そういう見せかけといて手前が奥ですって手前が奥ですよ。台は手前の方に流しまやってくださいという説明が書いてる。だから多分メーカーによって違うんですよ。多分またいろいろ東京でも書いてあるんですよ、ね、でも書いてないところもあるじゃないですか。ないでしょ。書いてない方が多数派ですよね。そんなことよりねムカつくのはねおお手洗うときはい、なんかね、水こうやって回してるのに全然出てこないんですよ。なんかね、店によってはそれはただの故障でしょそれいや、エコなんですよ。あっち側は水水量代を節約して店側としては出さないようにしてある。元栓をちょっとそうそうきつめにしてるといじってんすよ。だから回しても水があんま出ないようになってんすよ。あと自動の水が迷惑な時にああ、ありますね。私なんて、もう特に僕なんてもう鏡ここ見たらねこれがもうねセンサーに反応してもうびっちゃびちゃになってる。あるもんね余計な時あるの。前悲しかったですね昔。たまにこの後ろのタンクから水出るあれが自動になってる。あれは自動になってねえや。それ後ろのタンクは自動になってないですよ。それは違うわ。それあの数増えましたね。その後ろから出るタイプあるじゃないですか。ああはいはい。そこにこう、うんこやべえっつって急いで、はい、そこにこう持ってた雑誌置いてで終わって流したら全部ここにこうこれ落ちたからね全部入ってきたから荷物置いちゃうんですよねたまに。で違います。でやべえと思ってこう間に合う時は間に合うんですけど、ま、分かりますよね。やべえと思ってパッて急いでやるとあの間に合う水には濡れなくてもなんか床に落としてもっと被害大きくなったぜパターンとかもあるじゃないですか。それはないないですか。それはない。なんでですか。今日はトイレのいやトイレはもういいトイレに起こることは別にそんなにないですか。ありぐらいからおかしいな。ありぐらいからおかしいな。私はね、はい、これはちょっと居酒屋にとってはすごい迷惑なことになる。もう居酒屋の真髄を僕も分かっちゃってますから。いいんですか。こんな発表しちゃって。大体いや皆さんももう気づいてると思います。大体のものがめんつゆでどうにかなるってことにみんな気づいてると思う。居酒屋ってそんな感じなんですか。
例えば肉じゃがでも、はい、あれなら麺つゆでいいわけでしょ。豚の角煮もあれ麺つゆでやるのが一番うまいんですよ。ああ麺つゆ、麺つゆは最強ですよ。いやだって豚の角煮とか麺つゆで作ってみなさいよ、はい、その顔で顔関係ないでしょ。えその顔で作ってみればいいです、うん、え麺つゆより俺青じそドレッシングの方が最強だと思う。今違う、だから麺つゆが最強、いいよ青じそは。だから違う違う、こっからですよ。だから結局居酒屋みんな麺つゆでやってるはずなんですよ。ああ、注文の中では全部なのに、そんな万能の麺つゆをテーブルに置かないんですよ。それはなぜかというと、その全てのものを麺つゆでやってるということをバレたくない。このめんつゆが置いてあることによって、うん、美味しい肉じゃがもこれめんつゆでやってんじゃねえのっていう思われたくないがためにわざわざ置かないんです。めんつゆが最強なのを知ってて。声大丈夫ですか？声死んでるよ。それは一番気になるんだって。でも本当にそうなんですか？今まででもマスコミからはそんな情報一切出てないじゃないですか。ちなみにじゃあカオルさんが行ったそのね居酒屋でどこかちょっと、いやいや、もうほとんどそうですよ。そんな料理する人だったらみんな分かりますよね、料理する。麺つゆがもう最強だってこと。かでもカレーとかもですか？居酒屋で最近多いじゃないですか。なんか何カレーに麺つゆを使うの？カレーにはね、煮物とか全部もうあれもいちいち作らなくても麺つゆでどうにかなる。和のものは全部いけますよ。もう麺つゆでどうにかなる。だし大体そんなもう卵、あれ卵専用醤油とかってあれもうほぼ麺つゆですから。うん、言っちゃいますか、それを。そうですよ、あれもめんつゆだし、もう卵に、あの豆腐だって結局めんつゆかけたら一番うまい、醤油よりも。え、そうか、うん、マジですか？だからもうめんつゆが最強なのにわざわざ置かないという、その自分らを守るために、うん、うちめそんなめんつゆで全部ね済まそうなんてしてないよっていうのをなんかねバレないようにめんつゆを置かない。めんつゆが最強なの分かってる、うんうん、ね、それがね腹立たしい。じゃあガンガンどうします？世の中に公表してきますか？じゃあこれからめんつゆ置いといて、醤油とめんつゆ置いといてほしいです、ね。牛丼にも合いますか？牛丼だったらめんつゆでできる。あ、そういえばそうだ、うん、わざわざ作ってる感出してるけど、もうほとんどの牛丼にあれめんつゆですよ。でもね、カロさん、牛丼に一番合うのは蜂蜜らしいっすよ。知ってました？なんだよ。結構牛丼はみんな蜂蜜が一番合う。めんつゆ、あいつらめんつゆ屋だから。めんつゆ屋ではないですよ。めんつゆ屋、めんつゆ屋ってなんかそういう美味しいお店ありそうじゃないですか。めんつゆ屋さんとかあったら、めんつゆ専門店とかあったらだいぶ、だからもうどんだけみんなさんがね、めんつゆの凄さに気づき始めるか。カオルさんがそれをね、認めてくれたら、いやもう だいたい気づいてます。そんなだって料理のなんかサイトとか見たってだいたいめんつゆでどうにかなってますけど、だいたいお玉に入れてこう煮物はもう全部そうですね。こうしたらもうめんつゆだいたい、わざわざねみりんとどうのこうの、もう一歩先言ってる、先を言ってるクッキングサイトはもうめんつゆで十分ですって書いてる。でもそしたら困っちゃうじゃないですか、いろんな調味料を作ってる会社の人たちとかめんつゆ、いやそうなんですよ。いやまあその調味料がめんつゆのためだけじゃないから。ああ、めんつゆの有名な会社どこですか？いやなんかうまいのはあのね400円ぐらい、100均にないやつ。100均ないやつ。なんかどっかのコメント拾ってって、なんだっけ、声ですか？声はね、はい、昨日全力で西城秀樹のモノマネをしてくちゃくちゃになりました。ぜひやってください。見たい西城秀樹さんのモノマネを。いやだからそれを全力でやると次の日こうなるからね。あんまやりたくない。あ、じゃあ全力じゃなくて 50% ぐらい。いやだからもうちゃんとできる時に。ああ。ヤングマンカルサの西城秀樹見たことないよ。え、あるでしょ。初耳ですよ。ないです。あの走れ正直者です。え、ああ。これさて、あ、やばいやばい、歌詞歌歌っちゃまずいんですよ。誰も見てないもん。著作権的に。あなたのことは。僕のことは見てないですか？うん、この番組は見てます。
この番組は見てますけど、僕のことは難しいですよ、この状況で僕を見ないで番組を見るので。パソコンのここにあるスピーカーをずらせばいい。あ、そうです。あ、物理的に消すってことですか。ちょっと待ってください。縦置きの本体をちょっとずらせばいい。ちょっとずらして。いい。ディスプレイにかぶせればいい。正直者ってアニメの歌だったんですか。そうですよ。あの、まるちゃんですよね。ああ、超有名。じゃあ、はい、CM ちゃん。売れるってなりるなりるなりる。もしもしオーナー、僕俺なら賞金 80% バック入店祝い金高額支給 BS グループ簡単だろ。いいかお前ら、ここがこの場所がホスト界のど真ん中だ。ね、あとはね、あの、まあ怒りではないですけど、バカだなっていう、何も知らない大人って何も知らないんだな、逆に思ったことがある。まあ居酒屋なんです。居酒屋、まあ毎日居酒屋行って、大体行ってますからね。居酒屋ネタ多いっすよ。毎日ね居酒屋行ってはそうなります、はい、隣のおじさんが最近あのね男梅サワーを置いてる居酒屋が多いんですよ。はい、三谷も置いてあります。うん、男梅サワーがだいぶ人気で、うまいうまい、缶もね結構すごい売れてて、前もって注文しないと届かないぐらい。あ、そんな人気なんですか。で、男梅サワーはすごい人気で、うん、まあそのおじさんもそこで知ったんでしょうね、男梅サワーがあるという、うん、で、こういやーこれを知ってからもうずっとこれだみたいなことを、まあ、なんか小耳に挟んでで、なんかよく聞いてると、そしたらこれ、まあこれが癖になって、うん、さあこの間コンビニに男梅っていう、この男梅サワーの味の飴が売ってて、それがあることによってすごいね、もう男梅サワーばっか中毒になってたから、すごい助かったよ、いいもん発売してくれたわって言って、そっちが先だわ男梅の飴の方が、そう、なんかその人は勘違いして、男梅サワー中毒の人用の男梅の飴を、まあ、メーカーが出したと思う、はい、考えるもんだわーそっち先だよ、おじさんのくせにね。あ、面白い。飴よりも酒の方が目につきますけど、ね、そんな話じゃない中毒を全然違う話、先か後かの話ですよ。何どっちが目につく、まあ、まあその人はね、男梅サワーを居酒屋で知ったから、だから今まで男梅を目に入ってても別に気にならなかった。男梅サワーを飲み始めてから男梅という感じに敏感になった、うん、今まで視界に入ってたけど、視野が広がったっつう、視野は広がんないけど、あれ視野広がんないんですか。いや、そのだって毎日そんなねメニューで男梅サワーってこう見てたら、同じ文字コンビニあったら、えっ、なる、まあなります、飴かいってなる。今までもまあ視界に入ってます。それで知った、知ったというか気づいた、まあなんかセンサーが鋭くなったってことですよ。だからそれ、あ、男梅に対してなわけで、それでそう思っちゃったんですよ。今まで知らなかったこととか結構ありますよね。言いたいけどもね、言うほどのことでもないし、うん、ただただ歯がゆい、なんだこいつ、まあ、伝えることでもないんじゃないですか。美味しいから人気なんですよ、ね、美味しくなくない、いや美味しくないっていうコメントありますよ。まあでも人気ですからね、うん、
居酒屋がわざわざ男梅サワーをメニューに付け加えるってことはもう人気なんですかね。あの透明感があるんですよね。まあ、色はどうでもいいんですよ。ねえじゃない、色はどうでもいいですよ。まあ、色は誰が色で酒を選ぶの。いや、まあ、いや色も大事ですよ。だってこうパッと見、パッと見ます。あ、なんかそんな女子くどく変な美味しそうキザな男です。男梅サワーって何色なんですか。透明なんですよね。いや透明じゃないでしょ。え、すっげえ透明なところに、いやいや全然あの梅の色はしてます、ね、あれ俺の知ってる男梅と違う。いや全然違います、はい、それ多分、はい、酒だけすげえ継がれてそのあるんですよ。割る男梅っていうこうでっかいの居酒屋用の、それを2滴垂らされただけです2滴やる、うん、もうちょっと垂れてるとは思いますけど。いやだって色ありますもん。飲んだら酸っぱかったもん、ね、赤っぽいピンクっぽい。ああ、うんね、赤っぽいですもんね。ああ、赤、ハテナってなってますけど、こういう人もちょっと疑問なんじゃないですか。赤っていう感じですよ。一生飛行柄アッパってなんですか。わかんないです。多分あのあまりテレビで言っちゃいけない言葉じゃないかとは思うんですけれども。なんで、なるほど。いや、そうなの。まあね、言うほどでもないし。あ、ほっといた。最近ストロングは人気ないんですか。昔すごい。ストロングだってそもそも、うん、居酒屋が起き始めたで、うん、そのせいで、そういう居酒屋が増えたせいで、うん、うちのバーにも置かざるを得なくなった、うん、ないのって言われるから。ないのって言われるって。だからそんぐらいやっぱ勢いが来てるんですね。大丈夫ですか。男梅さんはないのって言われますから、ね、これは相当な勢いだ。だいぶ売り上げ上がってる。じゃあなんか仕掛けないですか。ダンディさんもここで割ってるのちょっと。何男梅サワーで何を。いや男梅サワーじゃないお酒をなんかちょっと。え、そんな秒読みするほど。いやまだ23分全然大丈夫ですよ。まぎらわしい。リターもなんかすげえの作りましょうよ。リターオリジナルカクテルみたいな。オリジナルカクテルがね流行ったの見たことない。ああカクテルはきつい。カクテルじゃなくて、なんかないですかね。か先週あれですね、LINE スタンプをやろうぜ、やろうぜみたいな。あ、それはやんなきゃ。本当すか。いや、もうすごいの。カムさん言っただけ聞こう。いや、もうね、すごいの。いや、やばいっすよ、これ。え、つい、もっと具体的な話。いや、具体的に言ったらもう作られちゃう。これはでも、カムさんのスタンプなんか作りやすそうだけど、なんか、ね、見た目的に。え、見た目的に作りやすそうじゃないですか。いや、違う、俺のスタンプを作るわけじゃないよ。あ、なんで。あ、作ってほしい。スタンプに付随したビジネスの仕掛けですよね。すごい、あ、こういうスタンプの使い方あったんだという。あ、そんなそアイディアだ。いや、もうこれはすごいですね。まあそんなあの、まあ、いいねとか了解とかそんなのじゃないよっていう。いや、もうそんなじゃない。強制的に、ああやばい、これ何がさ、まだ真似されちゃう。まだ言えちゃう。作られちゃう。作られちゃう。そんなに、あ、今ので気づかれたかな。いや気づかないですよ、絶対気づかないですよ今ので。これはね強制的。いやー、ちょっとやめて、うん、いや気づかれてるから。いや、じゃあもううわ、これ言ったらもう、じゃあ今週中に作んなきゃ。なんだろう、本当ですか。今週、あ、日曜でしょ。あ、忙しいのに。あ、19、はい、19日と22ルミネなんで。急に心地いい。どっちもルミネ。どっちもルミネだった。そう、じゃあ19、22がルミネなせいで忙しいな。あ、スタンプの暇あるかな。だってあれ40個作んなきゃいけないです。40種類。あ、そうなんですか、そのワン。あ、いけないということはないですけども、あ、そんぐらいないと、あ、ないと、あと、まあ、40、最大確か40か50だから、そんな3個で出してバカみたいな、誰がそれに金払うんだ。だからもうみんないっぱい、なんか無料スタンプは少ないですね。10個か20個くらいしかない。まあ、無料はね、無料やっても何度もただのボランティア、ね、まあ無料でもいいね。無料もかっこいいですけどね。無料で流行る。まあ流行っていけばそのうちお金乗っけることもできるじゃないですか。第2弾は有料だよ、みんな買おうねみたいな。無料でやってみようかな。無料でやるのがなんかちょっと粋な感じがします、ね、無料の方がみんなすぐ、ね、取りたがるからいいですね。流行ります。あ、その方がいい。
誰が今無料って言ったの、どっち、うん、俺ですか。お、あとで12円、はい、12円それ相当でしょ、それ相当の顔でしょ。いや、チロルチョコも買えないですよ、だって20円ですよ、うん、あ、今チロルチョコ20円になったんですか。あ、今21円になってるけど、正確に、うん、あ、はい、たね、消費税のせいで。なんでチロルチョコ、チロルチョコ舐め汚れ。いや、舐め汚れだよ。あれ美味しいですよ、だって舐めてる。なんかそんな話前したの、前一回したじゃないですか、なんかあの、いや、食べ方知らないもん。だからどうせこうやって持って舐めてんの汚れ。いや、こう口に入れてこう噛むとすぐなくなっちゃうんで、こう舌で転がすように汚れ。それなんか汚い。マジで汚い。待って、持ってそう、持って舐めてる。ちょっと飴玉チックに食してるんですよ、だから口の量。持ってこう舐めてんじゃないですか。汚れ。いや、持って舐めたら味しないですよ、だって。しないことはないですよ。ペロペロキャンディじゃない。砂糖入ってんだから。砂糖入ってますけど、舐めるな、うん、ドンマイは舐めるな、うん、物を舐めるなって。物を舐めなかったらだって噛むことしかできないじゃないですか。そうです。噛んで飲み込むだけ、うん、それしか与えられないような顔でしょ、うん、そしたらソフトクリームどうやって食せばいいんですか。ソフトクリーム舐めないよね。唇でちぎる、食べれば。唇でちぎる、唇じゃちぎれないですよ。いや、ちぎれるでしょ、ソフトクリームだもん。ソフトクリームだから、うん、舐め、うん、あと、あれどうするの、それこそ舐めろとかどうするんですか。舐める、舐めろってなんだ。あの魚のこう、なんか味のたたきって。いや、それ舐めろって名前なだけで別に舐めること関係ないし。あ、そうなんですか。うわ、何が、うわ、出た、ちょっと天然のアピール。ちょっと、ね、完全に計算にあった。うわぁ、なんか…ドンマイさん、計算できるような感じじゃないけど。だから、すぐバレる計算をしてしまうのか。すぐバレる計算、うん、計算低い、ね、計算できないのに、そういうことやるから、すぐバレるような小細工。よく言わ…ね、あ、そうだ、それやっちゃいけないって言われたの。お前バカだから考えんなって言われてるのに、こうやって考えちゃいました。すいません、ほんとにそうだ、すいません。ねえ、ラメロは噛めよ。ラメロは噛めよ。とりあえず、あ、これ言われたくて、ほら、あ、これ言われ待ちだったから、今。あ、やらしい、ね、うん、手でカエル作れます。こういうやつでしょ。カエル、こういうやつね、うん、またまた来週。あ、どうもありがとうございます。19と22 チャンネル登録をすぐ GO! チャンネル登録チェックイット。